先発は雄星です。まあ、公式戦としてはこれが初の先発ということですね。そうですよね。これを見させてもらったんですけども、うん、まあ、立ち上がりから3回まで投げたんですが、これ3回のシーンです。で、先頭バッターファーボールで出した後、これキャッチャーの悪送球がありました。ファーストランナー一気に三塁まで行きます。これでノーアウトランナー三塁という、まあ、ピンチになったんですが、まあ、その後も終始落ち着いてたなっていう感じがしますよね、はい、その落ち着いてたのがいいのかね、うん、非常にまとまった投球フォームになってますし、はい、やはりプロに入ってくると、ね、高校野球のようにボールを振ってくれるというケースが非常に少なくなるんで、うん、やっぱりストライクゾーンで勝負をしないとね、まあ、結局3回を投げてヒットはありませんでした。ファーボール2つ与えたシーンもあったんですが、それでも点は与えなかったという今日の先発しました雄星、それ1失点がありましたが自責点はありません。